ガンモドキ。はい、どうも、ネベルです。今日もバンツやっていこう。2回目。皆さん、一つ問題がございます。私が初めて手に入れた超フェスキャラクター、誰でしょうか？もうね、ネビルファン、ネビラーと言っていただいてる皆様なら、わかるんじゃないでしょうか？そうです。赤犬さんですね。これはね、僕、非常に思い入れが強いキャラクターでして、最初からね、初めて、もう、ドワーッとずっと超フェスがね、いない状態で頑張ってきて、もう絶対に次超フェス当ててやるって言ってダイヤ貯め続けて、やっと当てたのがこの赤犬。もう当時はね、強いっていうレベルじゃありません。完全にぶっ壊れでした。本当に勝てる相手がいなくて、この先もこれに勝てる相手出てくんのっていう感じでしたね。何より強かったのがこの流星火山。これね、マグマグ状態付与して自分にね、3回ダメージ受けないし、相手を簡単に猛火状態にしてどんどん体力減らしちゃうし、みたいなね。もうこれ、ちょっと待って、赤犬誰が勝てるみたいな感じだったんですよね。当時はね、当時は。さあ、そこで、またクエスチョンです。現在、この赤犬、ランキング的に何位でしょうか？皆さんどうですかね？どれくらいだと思いますか？はい、結論ですね。もう、ちょうど中の中です。はい、中の中。まあどうだろうね、ランキング的に言うと15位から20位の間くらいじゃないですかね。ちょうど中の中です。はい、ちょうど中の中の男を今回ちょっとね、使っていきたいと思います。まあでも今日2回目の動画ということもあって、まあ雑談がてらね、ゆるく見ていただければと思いますので、ね、週末の動画のお楽しみにしてください。はい、じゃあ行っていきましょう。はい、赤犬ちゃんやっていきましょう。もうね、この正義という姿、後ろ姿、これめちゃくちゃかっこいいですね。僕、赤犬のね、お気に入りの、よいしょっと、はい、赤犬のお気に入りのところがございまして、シャボンティ諸島でこう、上がる瞬間のね、赤犬めっちゃかっこいいのよ。今度見てみて。このなんかね、シュッみたいな、シュッみたいなの、なんかそういうね、格好してるんですけれども、それがまあ、かっこいい。もう、赤犬何歳なんだろうね。もう50歳ぐらいいってんのかな。50歳のおじさんには見えないぐらいのプロポーションをね、持っているのでね、もう素晴らしい、シュッとした、おい、そこ当たる、そこ当たる、もう巻き舌になっちゃったよ、思わず。それ当たるんだ。あ、そうですか。貫通スキルじゃないよね、あれね。うん、ゾロちゃん、ゾロちゃん貫通スキルじゃないと思うんですけどね。はい、ね、本当に、まあ、中の中と言われるゆえんがですね、もうこれ、試合しながらどんどん語っていこうかなと思うんですけれども、はい、まずこれ言っていこう。で、これ、猛火状態にできるのは素晴らしいですね。まずですね、この相手さんいますよね。4人ぐらいいますよね。よいしょ！ちょっと最近回避をね、押すのがね、なかなかちょっとうまくいかないんですよね。これね、はい、よいしょ、打っといて、はい、はい、あ、これね、はい、これ。今ね、中の中であるゆえんが出ました。皆さん、見てください。これ、マグマグ状態になってません。スキル2を押したのにね。はい。これはですね、キングのやっぱ特性ですね。はい。バフ上がってる状態に攻撃されたら、そいつの強化状態解いちゃうよっていうキングの素晴らしいスキルがあってですね。これにやられちゃうわけですね。この甘飼い犬ちゃんはね。はい。あとはね、このね、マムちゃんもダメなんだよね。はい。マムもね、燃焼状態を解除されちゃったら、あ、違う違う、燃焼状態付与されたら、付与を解除か。はい、されたらね、マグマグ状態解かれちゃうんでね。さあ、ここで一旦バチコン行っとく。バチコン行っといて、まあまあでも、正直中の中だから、まあまあ強いんですよ、やっぱり。うん。それでもやはり強いんですよね。このマグマグ状態の解除され、ちょっとね、ゾロチムはね、大の苦手ですね。ゾロチムは大の苦手ですね、これ。よいしょ。ちょっと待って、これは、むずい。ああ、ゾロチムで行こう。マジか。キング来てる。キング来てるから先行けやんけ。もうここ見とかなしゃあないですね。ちょっとこれキングちゃんをね。はい、よいしょで、ね、もうこれは、ここにいるしかないという、すごく歯がゆい状況ですね。はい、ちょっともう、これちょっと厳しいですね。うん。中の中であるがゆえのちょっと厳しさ。うん。自分のせいにしろやってな。赤犬のせいじゃないぞっつって。お前だぞ、ネビルっつってね。はい、ありがとうございます。負けちゃいました。あ、これで、これ上がるときのこのシュッ、あ、これはシュッっていう、これ、この格好がめちゃくちゃダサくてめちゃくちゃいい。うん。
やっぱね、こうダサいことをね堂々とできる人ってかっこいいと思いますね。はい、だからもうこの一瞬だけでも赤犬大好きなんですよね。このためにこう引いたと言っても過言ではないという感じですね。もう今度さ、あれありだね、そのシャボンティーでこう浮く瞬間のあの格好の良さ選手権、うん、ダサさ選手権でもいいかもしれないけどね。はい、行きましょう。レイリーちゃん行きましょうか。レイリーちゃんやっぱね、こうジャスカイされちゃいますから、そこだけうー食らうんかい、それ食らうんかい。さあ、危ないよプリン、それ、あーよかったよかった。ちょっと待て、んー、いすぎじゃないこれ、ちょっと上に3人固まりすぎ。下行きます、下行きます、はいはいはい。うわった、危ない、マジか。回復不能にされたら困るのよ、こっちとして。うん、こっちのメンツが立たんのじゃ。うん、こっちのメンツが立たんのじゃ。ちょっと難しいね、赤犬のモノマネ。なんかもっとね、モノマネのレパートリーを増やしていきたいなと思うんですけどね。なんかどうなんだろうね、何が一番私の声に合ってるんでしょうね。はい、あのまあマムとかね、はい、おでんとかやってきたんですけれども、他のねものも練習したいと思います。はい、天竜人とか本当に出てくんないかな、マジで。うん、天竜人が出てきたらマジでもう最高にネタ枠として使うのにね。はい、出るんでしょうか、果たしてね。はい、将来的にね、イム様とかもね出てほしいですけど、それは何年後かの話になるんでしょうね。はい、てかもうすごく、ちょっと待ってね、危ないね、これ。歌はね大丈夫ですね。歌ちゃんは結構本当に大丈夫、歌に結構強く出れるのが強いんだよね、これね。はいはい、からの溜まったスキルでバチコン、オッケー。さあ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 、これ抜いちゃうか。あ、やばい、お辞儀が来た。お辞儀のあの振動スキルやられちゃうぜ、これ。はぁはぁ、あー、危ない、うわ、よかった、ダウンさせてくれた。危ない危ない、これもうパワーめちゃくちゃ上がっちゃってるんで、バチバチ、はいはい、バチバチ、見て、一発で1万近くいくアタッカーなかなかいないですよ、ブースト中でも。うん、ほぼスキル、うん、パンチがスキル、うん、スキルと同様。さあ、これはなんか勝てそうな気がするけど、まぁ、あ、ちょっとまだ油断しないことですね。上もありますから。はい、キーちゃんさん、こっち来ちゃダメ、あっち行って、オッケー。じゃあここはバチコン打っとく、うん、からの、これレイリー見ましょう。これレイリーぶっ飛ばしてからの、ここ抜けるかな。あと7秒で、これアタッカー遅いんだ。うん、ギリいけるかな、ギリいけないか、いけないか、これいけるか、いけたーありがとうございます、Thank you。 今ね、結構そのリーグ SS かっこいい、これやっぱかっこいい、うん、リーグ SS 上がったばっかなんですけど、最初さ、上がったばっかって結構そのいろんなキャラクターがいて面白いよね。うん、ここに関してもジャック、はい、まあ、やっぱり上に行くとさ、もうオリン、ゾロ、キング、あー、なんとかかんとか、あー、集中つってね、もう固定されちゃってる人ばっかだから、まあね、はい、ここら辺でやっぱ楽しみね。ベックマンとかもなかなか見ないですからね。はい、ベックマンってどうだっけ、ん、あ、そっか、なるほどね。今モーカーめちゃくちゃ早かったな。状態異常が多分速攻終わりますね、このキャラクター。はい、状態異常終わっちゃうんで、あんまり相性は良くないかな、苦手属性でもありますしね。はい、あんまりやらんとこうか。いやー、すごいね、このお肉食べる、キング食べていいぜ、これどうす、どう、もうしょしょ、いいよいいよ、食べて食べて、うん、僕回復特性あるからね、いいよ全然。さあ、これは一旦ちょっとあんま戦いたくないとして、誰か来るの、ま、あ、来ないか、味方さん誰も来ないね。 OK、 ナイス、キングキングちゃん来てくれたんで、一旦バチコン打っとけでしょ。バチコン打っていろいろなんか、おー、なく、おなくなりになるの早くないか、キーちゃん、キーちゃんじゃなかった、カイロ君か。さあ、ちょっと待って、これはね、まあ いいでしょう、そんなに焦る必要ないですね。はい、上来てくれたんで、誰ですか、あれシャンクスじゃなくて、ジャックだったっけ今の。はい、じゃあちょっと僕降りますね。はい、ちょっと大丈夫かな、任していいね。はい、任せて、うわ、あ、このさ、下降りた時、あ待って、白馬って何、強化状態解除ついたっけ、速攻で剥がされたマグマグ状態で、なんかついたっけ、白馬、ちょっと待って、いや、ありがとう、ヤバト、ありがとう、白馬なんかついたっけ、強化状態解除的なもの、
これブーストで、これ完全にここでもう蹴りつけないとやばいね。はい、危ない。ここは一旦これで大丈夫でしょ。はい、オッケーで、マムマム、ちょっと、オッケー、ありがとう。味方さんが3旗取ってくれた。これでかいよ、これでかい。このチャンスを逃したらもうない。やばい、2-3になった、2-3になった。あ、オッケー、上抜いてくれるんで、僕どうしよっかな。あ、うわ、味方強よ。こっち攻めればいいか、こっち攻めればいいね。オッケー、味方強っ。ちょっとこれ結構危ない状況ではあるんだけどね、正直。だってブースト来てるし、相手。OK。あ、待て、上抜かれる。そしたらここ守って、ここ守れば勝てるか。そしたらね、A と上の、うちらの旗。はい、守る。あ、ちょっとここ、大丈夫か。よし。OK。味方さん、ありがとう。マジサンキュー。ありがとう。強い。ちょい、チャンネル登録したらすごい人だよ、君は。